ミルキー食べますよ。餅にします。餅だって賞味期限、あ、でも5日まであるから明日。団子をいただいて。私ミルキー食べたい。はいはい、じゃあ次ペンネームデンマークもみじさんからです。ありがとうございます。1つ目は2月26日のりささんのつぶやき。今日は待ちに待ったいとこの結婚式、今ヘアやってもらってますです。幼い頃から家族ぐるみの付き合いがある人の晴れ姿ってやっぱりグッとくるものがありますよね。2つ目は3月2日のれなさんのつぶやき。世の中って狭いなおです。どんなことで世の中の狭さを実感されたのやら。私の場合、いとこのお嫁さんが私の知り合いの娘さんなんてことがありましたが、知り合いの娘さん、狭いね、狭い、親族系ってすごいね、これは、うん、それではアデューです。ありがとうございます。結婚式初めて行ったの、うん、なんかあれだった、 和風、あ、いいな、和風なやつで、うん、白いなんていうの、和装、うん、それ着ててめっちゃ綺麗だった、うん、なんか感動しちゃった。ドレスは着なかったの？その後に、なんか披露宴みたいな。いいな、結婚式したい。したいの？結婚式したい。あ、結婚したいじゃなくて、結婚式したい。でもなんかね、横でね、楽器吹いてるおじさんとかがちょっと面白かった、私は。ボーンみたいな。びっくりした。そうそう。ちょっとね。そこまで雇ったのかな？そう、あれは。セレブ会の結婚式。あれバイトなのかな？え、でも神社かなんか。違う。そう、あの神前式でしょ？あ、神前式。ガジョ園、目黒ガジョ園ってやった。いるのちゃんと、ちゃんといるんだ。そう、そう、って言ってた。って言う。だってそんなこと言ったらさ、うん、あの教会のさ、じゃあ僕さバイトだのみたいな。バイト。なわけない。自費なのみたいなね。あ、でもね、あのピアノ弾いたバイト。ああ、そうなんだ。でも土日にさやるから人いっぱいいるもんね。うん、でもあの楽器くやつ私もできそうとかちょっと思っちゃった。ポワーンじゃないの、ポワーン、そこのタイミングでハッつって、うん、みんな、今肺活量入りそう、そう、肺活量入りそう、うん、面白かった、でも、うん、面白かったじゃないな。リナはどうなるんですか？私普通になんかミニドレスみたいな着て、うん、まあ控えめにね、うん、そう、いいな。私も結婚式10月にあるんですよ。お、お友達の、私の唯一のお友達の、うん、10月、あ、今年のか、今年の、うん、10月に結婚するから来てねって。どこで？滋賀で。マジで？じゃあまだ滋賀かどうか分かんないですけど、いや、そういうことじゃない。うん、いいじゃん、いいじゃん。一回結婚式出席してみたい、うん、友達なんかその子逃したらもう、逃したらもうって。結婚出席できない。あ、ほら千葉さんもいるじゃないか。そっか、そういうのがあるのかも。で、私が結婚式するときはあの歌ってもらうからね、2人何十歳になってても、それでもし何十歳になってもしらきるからやめた方がいい。だってさ、千葉さんがさ10年後の結婚式出せて、なんで10年後なの、うん、だって今じゃない結婚、だってさ30代ぐらいになってさ、うん、ねえ、どうもみたいな。いいじゃん、いいじゃん。ちょっと衣装下ろしてきました、うん、クリーン、ちょっときついです、パツパツみたいな、うん。ちなみに私も友達そんないっぱいないんだけど、うん、あのいつも仲良しの3人のうちの1人が2年前に結婚して、うん、その時に初めて友達の結婚式に行って、うん、乾杯でもうベロベロに徹夜明けで行ったの、うん、朝5時までレコーディングだったの、うん、徹夜明けで朝10時の式に行って、うん、乾杯でシャンパンで乾杯ぐらい徹夜乾杯飲んだらベロベロ酔っ払って、うん、式の3分の1ぐらい出て、あと10曲くらいして寝てた。気持ち悪かった。あ、気をつけてください。うん。千葉さんの結婚式は楽しみだもんね。うん。みんなも来たらいいよ。ね。みんなでやろう。早めにできるの。ね、これさ、そう、ミルキー今食べたんだけどさ、うん、1個選んだら10個だった。これ当たる。あ、すごーい。見て。多分、あ、間違ってるかな。え、何10個？そのちゃんと綺麗な、ね、あのラッキーなんだよね。うん、ミルキーちゃんがこの1個の紙に。ペコちゃんが。うん、ミルキーちゃんじゃない。ペコちゃんが。本当だ。しかも10個あると。スイートピーっていうのが書いてある。何それ。うんうん。すごい、わかんない、今1個食べて、すごーい、すごい、で、あの、で、右側の方にスイートピーに、パッと取ったやつがそれだと超びっくりした、すごいじゃないですか。当たり前、当たりだ、だってこれスイートピー書いてないもん、スイートピー、スイートピー、うん、ほら、これは10個ないもん、1,2,3,4,5,6,7,8 個、普通はこうなんですよ、うん、で、ペコちゃんがちゃんとこの端から端まで行ったら10個あって、そうそう、ラッキーなの、うん、当たりだね、よかったね、
つぶやき最後に言ってもらうね、はい、うん、ペンネーム私のさっきの言おうか、何が気になってなかった、あ、世の中狭い、世の中狭いのは、なんで私の近所 の、うん、あのよく行くうどん屋さんがあるんですけど、うん、そこに前入った時にあの歌手のチャラさんがいたんですよ、うん、あ、さっき言ってたの、そう、さっきで、昨日もそこで食べようと思ったらまたチャラさん、もうそれ好きなんじゃない、そう、多分そんな気がした、うん、そう、大きいじゃん、2回もすごいね、すごいなと思って、私はあんまそんなに人に会わないんだけど、うん、あ、でもね、芸能人は合う、うん、全然なんか3人一緒にいて、うん、3人で歩いてて全裸だけ、あ、何々さんがすれ違ったのとかある、うんうん、この前さだまゆみちゃんに会って、あー、いいな、ね、めっちゃ綺麗だった、妹とあの109に行ってて渋谷で、うん、なんか妹がみたいな、うん、似てる人がいるなと思ったら、うん、そうそうみたいな、あ、800人だった今、えそう、ちょっとシャキッとしよう、大丈夫かな、ちょっと、いや、シャキッとしなくてもいいけど、あ、今一瞬ね、800人だったろ、ちょっと頑張って皆さん、もう一回言うとね、下がるからって言うと下がるから、うん、じゃあ次のお便り、はいはい、はい、あ、私あるよ、こっち、あ、あるんですね、はい、あの、ゆうとさんが、はいはい、私も書いてくださって、はい、ます、レナさん、はい、髪型が2ヶ月で1、2、3、4、5回も変わった、楽しい、そんなに変わったんですか、リサさん、あ、髪染めたい、何色にしたいんですか、おミルキーが大丈夫、ちょっとミルキー詰まったら死ぬと思うよ、怖い、大丈夫、大丈夫、じゃあどっち変わる、髪型でもちょっと、うん、昨日稲垣さんに切ってもらって短くなった、うんうん、昨日 ね、2人とも切ってもらった、そんな5回も変わらない、ね、即席美容室、ね、ちょっとシュッとなった気がしません、でもシュッと、あ、やべえ、ペチってやる、ペチってなんかやめて、頭がちょっとこの辺結構切ってもらったね、そうね、あ、うん、でも焦げてるよって言われて、あ、焦げてる、チリチリチリになってるよって言われて、ああ、これはでもそうか、昨日稲垣さんに2人とも切ってもらったから今日なんか好きみたいな、そう、よかったね、綺麗、うん、そうですね、はい、そろそろ金髪とかで染めたい、金髪か、うん、あのさ、焼き芋さんがすごい可愛いじゃん、はい、有田さん、あ、超可愛いですね、金髪のキノコ、でも顔がさ、あの、ね、ちょっとね、ハーフっぽいから似合うのか、もう髪の話はいいですか、いい、はい、超減った、あ、本当だ、髪の話ダメだ、いやー、まあ、いいや、気にしてるんです、はい、あ、髪の話、はいはい、髪の話になっちゃう、髪の話はやめて、次にしましょう、じゃあこんな感じかな、うん、はこんな感じ、はい、OK、了解です、焦げてるって言って笑われてる、髪って焦げるんですかみたいなね、ね、私焦がす、あのね、焦げた、私人生だから5回ぐらいある、それ気をつけて火つけた方がいいですよだって一気に1回ボーっていったら終わりじゃないですか、超怖い、なんか夜間とかに触っちゃうときに、あ、髪の毛が、うん、え、どういう状況、で昔私トイレにはめてて、よくなんであの洋式だとはめないけど、なんか慣れない和式のトイレで、うん、なんか出たかなってしたひどい話だ、なんその頃まだ若かったか長かった話で、うん、ちょろってみたいな、よくやだ、もう一気に減ったわ760人になって汚い話はやめましょう、なるほどね、気をつけて、いろいろある、この辺女の子で、そんなね、何人何人言ってたらね、うん、ペンネーム秀樹さんからです、ありがとうございます、ついに本格的に始まってしまいますね、花粉のシーズンが、うん、毎日苦しんでおります、これが2ヶ月ちょっと続くんですから、もううんざりです、たくさんイベントやって花粉症の苦しみを一瞬でも忘れさせてください ね、はい、ではでは今回の投稿です、はい、バニビウラビも放送時間が変わってさらに視聴者数が増えましたね、うん、最近では700人を超えて1000という数字も見え始めてきました、うん、ということで、うん、視聴者数が1000人超えたらお祝いに何かやりませんか、そうだそうだそれね、僕のアイディアはユーストリームバニビライブ開催、あ、同じこと言ってる、ユーストリームなら普段なかなかライブを 見れ、うん、見に来れない地方のファンの皆さんにも楽しんでもらえると思いますし、日本国内に限らず全世界の人に見てもらえますからね、でも音楽を流すとなるといろいろ大人の事情が絡んでくるので難しいかな、ではでは今回はこの辺で体調に気をつけて頑張ってくださいね、ありがとうございます、これなるほどね。ね、さっき、ね、ちゃんたちはどうしてんだろうね。ブラブで
大人がしてる、うん、大人がしてます。自分たちの曲ならいいとか。いやいや、そんな自分たちでも作家さん。あ、そういうこと。ライブならとか違う。あ、でもちょっと聞いてみる。うん。ね、そう。うん。1000人超えたら。だってね、いつもね、なんかね、ね、1000人超えたら何がいいのかなって。でもライブを流すんだったら、うん、本当にライブを流したい。ん？ここでやるんですよね。私が、あ、違う、ここじゃない。で、どっかのか、うん、ライブ会場とかを、だってライブの映像ってあんまりさ、DVD 以外とかで見れないけど。うん。そうですね。うん、そうか、うん。ライブやって、うん、トークもしてみたいな。どっちがいいんだろう。日にち決めてこの日はライブだけみたいな、ね。うん。なるほどね。どっちがいいんですかね、皆さん。うん、そんなに近日中に1000人超えるか。いや、まだ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 ですよ。800の数が見えちゃうか。そうですもんね。もう見えなくなってきた。ユーストライブ賛成、うん、でも現場に行きたい。ここで歌った方がいいのか、うん、そうね、今こう喋ってるところでね、うん、ここでもうそのね、外からの流しの方ですか、うん、あとなんかライブ以外でもアイデアがあればぜひね、うん、かお花見とか外でユーストを放送するみたい。あ、なるほどね、うん、野外放送。場所移動はありだよね、うん、いつもねやろうって言ってて、このなんか絵が変わらないじゃん、うん、確か後ろの、うん、なんか居酒屋かな、うん、そういうこと、うん、まあ居酒屋でもいいけど、うん、お花見しながらとか、うん、そうね、さぬき会館でうどん食べながら、あー、ビアガーデン、そうそう、夏のビアガーデンからお送りします、ね、うんうん、ね、じゃあちょっとあの募集しましょうよ、ぜひそれを、うん、メールとかでもアイディア募集で、ライブは第一候補で、うんうんうん、ね、みんなそれ目標あったらね、ちょっと見てよってね、友達誘って言う人とかの、うん、ライブ会場がいいだって。あ、そう、あ、